はい、皆さんね、おはようございます。2021年、3月21日、佐藤秀一ライブであります。まだちょっとね、この広島でも降っておりますしね、昨日強い地震がありましたね。東北地方あるいはまあ関東の北あたりも震度4ぐらいのところありますよね。まあそういうところでね、まだ雨が、これから強まるという予報になっております。まあ2月のね、地震でね、かなりね地盤が緩んでいるところもありますんでね、本当に、ね、警戒をしていただければと思います。まあコロナのもとですけどね、やはり避難がね最優先ということになると思います。よろしくお願いします。それではね、今日のメインテーマですけどもね、まあ参議院というのはね、本当良識の府であるとね、数の論理じゃないということです。まあそのなんていうかな、現行の憲法上ね、衆議院ではね、これはもう政権選択もいいんですよね。まあこれはどうしてもね、数の論理というのがね、優先します。しかしね、参議院というのは良識の府ですよね。自民党のね、参議院の方であってもね、自民党の総理大臣に対して、ね、自分の良識にね、照らしてね、これ厳しい質問をしたりね、解散がなくてもね、なくて落ち着いて勉強はできるわけですからね。それを生かしてね、自分の党の総理大臣に対してもね、足りない政策をね、積極的に提案していく。ね、それから今のね、野党から推薦をもらった議員もね、もちろんね、今の野党がね、政権を取ったら、ね、同様にする、ね。これがね、参議院議員の役目ですよ。ね、あとはね、やはり政党が違うね、参議院議員ともね、柔軟にね、連携してね、やっぱり衆議院をね、基盤とするね、政権に対してね、物を申すと。ね。そういうね、まあ、ぜぜひとかね、そういう立場の人じゃなければね、これもそもそもね、参議院選挙に立候補すべきじゃありませんよ。ね。これは原理原則です。ね。数の論理で行きたい人とかね、公認や推薦をもらったね、政党のね、言う通りにしたい人。こういう人たちはもうね、あえて言えばもうね、衆議院議員をね、目指さられればいいんです。まあ、それじゃ本当は困るんだけどね、一定の信念とかね、政策はなければね。やっぱりね、参議院はね、せめてね、政党のね、ロボットでないね。まあ、そういうね、議員をね、本当にね、選んでいくということが大事だと思います。私の場合もね、政党にね、推薦とかね、支持はお願いしましたけどね。でも自分でね、やっぱりね、立候補できるという、そういうね、体制をね、整えた上でのね、ことでありますから。はい。ね。自分でね、自ら立候補できるという体制をね、整えた上でのものですよ。ね、政党に、ね、まあ、忖度しない。ただね、俺の政策とか政治姿勢に共感するのであればね、推薦やね、購入お願いしますと。ね、政策をね、何枚もね、持ってってね、A4 で何枚分ぐらいかね、持ってってね、もう出して。俺の政策、政治姿勢に共感するんだったらね、推薦してくださいと。まあそういうことですよ。とにかく自分の良識を持って、ね、自分のね、そういう政策とか政治姿勢をしっかり持って、そういう人がね、参議院議員にならなきゃね、俺はね、ほんと不幸ですよ。ね、そのことだけはね、申し上げたい。これはもうね、民主主義の原理原則です。衆議院よりもね、参議院の方がね、個人というものはね、よりね、重視される。ね、推薦される、する政党とかそういうことじゃなくてね、個人が重視される。そのことをね、やっぱりね、強くね、申し上げたいと。いうふうにね、思う次第であります。それではね、皆さんね、今日ね、あんまり長くなってもあれなんでね、これぐらいにさせていただきます。まあ今日もまだ活動ありますんでね、皆さんね、良い日曜日をね、お過ごしください。本当ね、また現場でね、本当にお仕事されている皆さん方、本当に無理のない程度に頑張ってください。それではね、失礼いたします。